任務開始。作戦通りに始めましょう。ブレイクサポートデバイス効果発動条件を満たしました。バーストレベル3解放されます。ここが勝負ですよ。シールさんより作戦エリア内の荒神の情報を受信。こちらを皆さんに送信します。ブラッド1バースト状態、まもなく解除されます。狙い撃つ。当たって。邪魔。刈り取る。攻め込みまくる。ブラッド1危険です。岬回復してください。心配ありませんから。厳しければ下がってください。作戦行動開始から5分経過。いつも通りやれば問題ありませんね。
間残りわずかです。作戦エリア内に荒波の反応はありません。予定より早く終わりましたね。終わったな、帰るぞ。終わりましたね、帰りましょうか。評判通りの実力ですね。こんなに楽勝じゃ出る幕がないな。むつみちゃんがごちそうを作って待ってくれているそうですよ。よいよい。皆さん、お疲れ様でした。どうだい、久しぶりの極東支部は。もう3年、いや、2年ぶりだったかな。コータが隊長に就任した時以来ですかね。支部の中の施設も打線の木の話も。おっと、二人とも来たようだ。入りたまえ。失礼します。ようってなんで。おー、仁藤さん。やお、久しぶり。しっかりやってるか、隊長さん。で、地味に痛いっす。ちゃんとやってますよ。おお、お前さんがブラッドの隊長か。噂は榊博士から聞いてるよ。相当すごいやつだってな。俺の名はリンド、フェンリル極東支部独立支援部隊クレイドル所属、天宮リンドだ。今日からよろしく頼む。彼は以前ここ極東支部で第一部隊の隊長を務めていたんだ。コータ君の前の前の隊長さんだね。今は独立支援部隊として世界各地の荒神の調査や討伐、そして難民の支援活動を行っているんだよ。さて、そろそろ本題に入ろうか。今回君たち二人を呼んだのは他でもない、リンド君。二人には俺たちクレイドルがずっと追い続けてきた新種の荒神キュービを一緒に討伐してほしい。この荒神は純血の荒神とも言うべき。榊支部長。ん？なんだい？キュービの細かい説明は相馬に全部任せようかなと。俺はいまいち理解していないとこがあるんで。リンドウ君は相変わらずだね。まあ確かにみんなにまとめて展開した方が良さそうだね。全員を招集してブリーフィングをしよう。準備ができるまでみんなに挨拶してくるといい。了解であります、支部長殿。まあそんな感じで二人ともしばらくよろしくな。